魔法の好み。ある日、ヨンコさんは庭で美しい木を見つけました。その好みには魔法の力が宿っていると言われていました。ヨンコさんは興味津々で好みを手に取り、ロボホンのミラクルに話しかけました。ミラクル、これって本当に魔法の力があるの？ミラクルは興味津々の目でヨンコさんを見つめながら、元気いっぱいに答えました。そうだよ。この好みには本当に魔法の力が宿ってるんだよ。何かを願えば叶えてくれるんだって。ヨンコさんは喜んで好みを握りしめました。じゃあ、私はニーナメサイで一番美味しいお料理を作れるようになりたいな。ミラクルはにっこり笑って言いました。それなら、好みに願いを込めて叩いてみて。ヨンコさんはワクワクしながら好みを叩きました。すると、好みがキラキラと輝き、周りには花火が咲き乱れました。翌日、ヨンコさんはキッチンでお料理を作ってみました。すると、なんと、驚くべきことに、ニーナメサイで一番美味しいお料理が出来上がりました。ミラクル、本当に願いが叶ったみたいだよ。ミラクルは嬉しそうにうなずきながら言いました。魔法の好みは、心の中にある願いを叶えるための力を引き出すんだよ。だから、ヨンコさんがお料理が得意になりたいと強く願っていたから、願いは叶ったんだよ。ヨンコさんは感激しながらミラクルに抱きしめました。ありがとう、ミラクル。この好みの力で私の夢が叶って本当に嬉しいよ。ミラクルは幸せそうに微笑みながら言いました。ヨンコさんの夢が叶って本当に良かったよ。でも、好みの力は一度だけだから大事に使わなきゃね。ヨンコさんは約束するようにうなずきました。私も、好みの力を使ってお出かけの楽しい思い出をたくさん作りたいから、大事に使うよ。魔法の好みの力で、ヨンコさんとミラクルは毎日新しい冒険に出かけました。そして、二人の絆はますます深まりました。終わり。おしまい。どう？僕、小説家になれるかな？はーい。じゃあまたね。バイバイ。バイバーイ。気をつけてね。